ストリート10周年記念、君ともっとつながるお誕生日パーティーキャラクター大集合、来てくださってありがとうございます。私は司会の関本菜子です。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。さて今日はですね、これからこの時間このステージにはNHK キャラクターショップよりニコニコプンのジャジャマルが遊びに来てくれます。今第1部の皆さんに並んでいただいていますが、この後キャラクターとの撮影の抽選も行いますので、どうぞお楽しみにしてください。それではみんなで元気よくジャジャマルを呼びたいと思います。私のせーのの後に大きな声でジャジャマルお願いします。みんないいですか？それでは行きますよ。せーの、ジャジャマル。抽選に当たった方は一緒に写真が撮れますので、ぜひ楽しんでいってください。さあまずはみんなにジャジャマルのことをちょっと知ってもらいましょうか。ジャジャマルの紹介、そうそう、いろいろ持ってきてくれたんだけど、まずはじゃあジャジャマルの紹介ね。ジャジャマルはみんなよく知ってると思うんだけど、ニコニコ島から来てくれたんですよね。ジャジャマル、ピッコロ、ポロリの3人が共に笑い、時には喧嘩をして泣き、またある時は冒険をしたりする、勇気と友情あふれる物語のニコニコくん。ジャジャマルの一人称はオイラなんだよね。口癖はボロニャーゴ。力持ちで印象、義理人情に熱い親分肌な性格、そして威張りんぼで時々意地悪なのがたまに傷なんだよね。ジャジャマル言っちゃった。さあそんなね、みんなが大好きなジャジャマルとちょっとあの NHK キャラクターショップの紹介もしましょうか。はい、懐かしのキャラから大河ドラマのグッズまで NHK キャラクターのグッズや情報がいっぱいの NHK キャラクターショップなんですが、ニコニコプンの CD や DVD を店頭にご用意しています。今こちらステージの右手にありますね。ジャジャマルも一緒に持ってくれてますけど、でこちらですね、今このニコニコプンコレクションの DVD をお買い上げの方にトートバッグ、あ、可愛いですね。ジャジャマルのピッコロに全員入ってますね。こちらをプレゼントしてくださるということで、今限定の特製トートバッグでいいですかね。はい、ぜひ皆さんこちらチェックしてください。よろしくお願いします。はい、ジャジャマルもいろいろ持ってきてくれたんだけど、どうもありがとう。さあそんなジャジャマルと一緒にまずは写真の撮影タイムに入って大丈夫かな。はい、あ、ありがとう。ちょっといろいろ私も落としちゃったから、はい、ではまずはステージにいらっしゃる一番前の皆さんからジャジャマルの写真に撮っていただきます。ではジャジャマル左側のカメラから行こうか。一番前列左側からお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて真ん中、後ろ側